はい、では始めていきます。メニューを閉じます。はい、では今回は F0 のゲームボーイアドバンスブースト縛りやっていきます。すでに投稿してあるんですけど、別のマシンを使って走りますと。投稿済みなのが、このファイアーボールとジェットバーミリオンですね。今回は、まあ、久しぶりにやるもので、ザ・スティングレイで、刀鳴らしと、行きたいと思います。まずは、ポーンのマスターから行きます。ちょっとブーストじゃなくて、スタートダッシュを失敗してみます。まあ押してもらえればこんな感じで、あのベジタ、まあこれぐらいすぐに引き返せるんで、逆に自分の場合な、あそこの一点読みしすぎて正規ルートというか普通のルートがあんまり生き慣れてないんですけどね。邪魔。あ、うちを掴んだ。痛い。ここもちょっとかじっちゃうんだけど、かじっちゃって、こじっちゃってか、ダートに入っちゃうっていうか。おっとね。自分ここ右側行きたいんですけど、左側に押さえちゃう。そうだった。まあいいや、せっかくだからこっち行きます。狭いんですよね。まあ左側はもっともっと激狭なんですけど、マーク来ねえな。ジャンプラクラク飛び越えられますと。キライチャンスがあれば使いたいんですけど、リスクも伴うんで、まあ手出さなかった方が良かったなって思う時もあるみたいですね。過去の動画見返すとか、やったら数だけ上げてますんで私。あとですね、場合によっては、このスペアマシンの数じゃ足りないっていうことも出てくると思うんですね。そういう時は丸ごと保存で、まあすぐ再開できるようにしたいと思います。はい、早速640キロ。これが最高スピードです。はい、最初のコースは無事突破と。はい、次が早速難関なわけです。ここはダートしかありません。さっき見たくショートカットポイントやダッシュボードやジャンプ板といった要素はないです。単純に難易度が高いです。このカーブも割と癖ものですね。今回たまたま来ませんでしたけど、割とマークも来ます。まあこのスティングレイは基本スピードが2番目に高いので、割とマーク来ないっちゃ来ないんですけど、最後かね。あれ、ふう。ほんと最後の方のカーブってマークが激しいんですよね。こういう周回遅れ、
たまにひどい配置してることがありまして、機械なんかと一緒に道の大半を塞いでたりですね。困りますね。危ねえ。危ねえ。来てないね。今もしかしてぶつかったかな。たまにライバルカーも、ライバルカーってかライバルマシンか。あいつらも、たまにこの周回遅れにぶつかってることがあるんで。あと、機械なんですけど。うお、今の多分、機械で加速しました。この黒いやつです。こんな感じで加速可能です。あ、ちなみにここ、回復ピットエリアですけど、まあ、入る必要がないときは入らない。なるべく回復も縛って完璧にできればなと。まあ、完全に回復を縛るっていうわけではありませんけど、まあ、縛れるなら縛ろうかなって。怖いよ。よし、オッケー。うん。結構いい感じに走れたかなと思いますね。じゃあ次は押されずにスタートダッシュを失敗してみますか。あれ、ゴイ来んない？あ、やっと来た。なんかいつもよりゴイが来るのが遅かった気がしますけど、ここはダッシュサーキットなんで楽勝なんですよね。あ、もう見ちゃった。あ、ぶつかっちゃった。曲がるときにもう敵車と接触して事故が起きやすいんですよね。このマシンはもうグランプリマスター制覇といったらもう多分一番やりやすいマシンなので、まあブーストが使えなくてもかなり楽です。まあ弱点といったら加速の遅さと、ん？加速の遅さ以外弱点なんかあったか。まあ、ブースト縛ってるから関係ないんですけど、ブースト時の最高速度が一番低いっていうことが弱点かな。ブースト使っても520キロぐらいしか出ないので、そう大差ないんですよね。やってもにファイナルアップ来ちゃいました。ちょっとこっち来るのね。気抜いちゃいけないんですよね。意外と奥まで。オッケー、完璧ですか。完璧じゃないか。ぶつかってるから。あんなミスしたくなかったんだけど、まあちょっと2体同時に来ちゃってな、戸惑った面はありましたね。ではスタークファームのセカンドサーキット、早速同じ惑星で2つ目なんですね。なんですけど、このポーンの中では最難関かなって思いますね。すごいダートの、ダートがだいぶ多いんですよ。そんでここなんですけど、分かれ道があるんですね。まあ、正確に言うと一番最初のストレッチサーキットでも最後の方にあったんですけど、まあ、あれはほんのちょっとなんで、
正直ここのダートの隔てた分かれ道なんですけど、あそこで読み違えると最悪抜かれるんで、まあストリートサーキットでも抜かれる場合はあるんですけど、ストリートサーキットはあの最後のカーブ曲がった後にダッシュ板があるんで、まあなんとかなるんですよ。ですがここはやっぱりファーストサーキットと同様ジャンプもダッシュもないんで、やっぱり難しいんですよ。コース自体も長いんで、まあダート突き入ればそんな長くないんですけど、突き入れないんで、まあダート入って減速しにくい機体だったらちょっと強行突破できちゃいそうですけど、来てるね。そう、こんな感じで両方から来るときマークが正確に分かんないんですよ。うわっとね、ちょっとこれ危ねって言われには中途半端なカーブっていうか、この辺をしてしまう。これ OK、 これうわ多分キラに弾かれてダート入ったな。よいしょ、 OK、 おっとっと、結構体力減るな。ボディもだいぶ強い方なんですけどね。欲張らない。おっ、ダメ。まあスティングレイもダート減速はあんまりしない方なんで、よっしゃ、いいね。こんな感じで連鎖できるとすごい気持ちいいですね。周回遅れしか来なかった。はい、ではさ、もうあっという間にファイナルいっちゃいますよ。クラウドカーペットロングジャンパーサーキット、この作品の中でも屈指の BGM だと思っています。今度は普通にスタートしましょうか。これが通常スタートです。ファイアボール遅っ。赤いやつ加速だいぶ遅いですね。ちょっと早いじゃない、遅いだ。こんな簡単に抜けちゃうんですよ。スティングレイだとダッシュ板使わずにいけちゃいます。ちょっとこれ本当にマスター遅いな。まあスティングレイ使うとですね、クレイジーホースっていう機体が5位スタートになるんで、すごく簡単なんですよ。簡単さに磨きがかかっているっていう。ショートカットするとこんな感じになりますと、ここの最終カーブの配置が悪いときつい。ファイナルラップの最終カーブで周回遅れ激突したら嫌いにはまったりして逃したっていうことが何度かありますね。これカーブで押されると激突の危険性があるので、超オーバースピードっていうね。マーク消えちゃったよ。うわ、何ものちょっと乱反射やめてください。マリカエイトの緑コードじゃないんだからさ。あっとっとっとっけ。あ、そう、今みたく不意打ちで来られると思いますね。反応できなかったよ。時々2位が3位に押されて加速っていうこともありますから、ね。ごめん、ちょっと、ごめん、はい、OK。こんなとこで負けるわけにはいかないんだよ。来ないね、OK。一発で取りました。やりました。これでポンはおしまいです。はい、ちゃんと右上にマスターで出てますね。このリザルトの BGM も好きですね。まあエンディングは飛ばしますけど、
なんだ、ブースト縛っても簡単じゃんって思うかもしれないですけど、これザ・スティングレイだからって、ということで、あり。一応他にもう3種類やろうと思ってるんですけど、本当にやり直しの回数がどれくらいかわからないです。一応練習で2種類の時達成できてはいるんですけど、あと全マシンでブースト縛ってマスター1っていうのは、ちょっと無理かなーって思ってます。全部はやるよって今どうないです。これがエンディングなんですけど、飛ばしますと。はい、では今回はここでおしまいです。それでは、ご視聴ありがとうございました。